成長終わらず、うん、タギもササもみんな同じや、うん、でタギとササのつがや、うん、この皮、うん、これがカリルマでついているやつがササ、うん、でもあの園芸品種で作ったじゃ違うよ、わざわざこの皮を塗るために付けてるやつもあるから、でも自然界ではこの皮ついてるやつは全部ササなで、名前がタギなんて名前があったら食べるけども、これちゃんとした性質ではシシマザサってササなんだ。1年でこうやって成長終わって、うん、2年目からこの板が出る。で、竹の子を伸びてくる時は、あの普通の植物と違って、この伸びてくるサブだな。この柵ね、成長ホルモンが60倍あるそうだ。だからこの子竹の子ってのは人混みで鳴くんで、そこがそうですよ。だからこういう違いあるじゃん。一個だけ竹の笹も1年で成長があって、笹の場合は2年目からこう増えるんだけど、この竹の場合は成長と同時にこの辺で出してるから、うん、これが笹と竹の一番つがいだよ、竹というのは妄想だけみたいな、あるから、だから本当竹のこっちたちは妄想だけでもありないと思うんだよ、うん、だからね、うん、これは根曲がるだけで咲くだけども、これは別名な手で正式名前はチシマザサだけに笹の子食べてる、うん、そう、チシマザサを食べてるんだよ、うんうんうん、ただ一般に根曲がる、まあ、根曲がるだけで別名になってるからね、キャンプしかでかれるよ、笹の子ね、タケノコじゃなくて笹の子食べてるみたいな、成長終わって年々だけでそういうことを出すんですよ。だから、竹だけで笹食べたいと思ったら、この皮に出るよ。この皮をつければ、笹食べたら、笹の仲間だと。名前は出ても、笹の仲間だなと。それが2年目だって。これ2年目だって。そういう考え方はね。で、あの何人で話されるかもちょっとわかんない。マンダリだけはね、マンダリだけはあの100年で咲いたって見たことある。何人で100年で1回。マンダリだけは100年で1回。その他の笹は100年で1回。そのマンダリの100年のヤンヤンで、植えた年と咲いた年分かったから100年で1回。自分の説があるけども、かつきになったらその説だけだったと思う。で、あとは、花咲きで全滅するときは、全滅するところでしかないことがあるんだ。あの、広杉の大学先生は、北海道の方で、花咲き全滅したことがあったそうで、でも、俺たちに全滅したことはちょっと問題だけど、確かに、まばらには枯れるけども、あれで何人かいるかもしれない。だから、強いですよね。だから、こういうふうな、あれ、ロマンチック咲いて、花咲くってことは自分に寿命をつけ、すぐさつなぐために花だと思う。だから一応こっちも花咲かないやつ。でもほら1年生、2年生だとして花咲いて、花咲きだと言われてるのも、さすがやっぱり自分の何ってことですよ。先生もまだおびきで言ったりなんで、あ、今年も咲かないとやってるんだって。みんなもつまんざさって言うとも、つまんざさはこっちないからね。そうですよ。ちしまですよね。つまんざさは、この富士、白っぽく富士ドラっていう。クマドラしたりする。それは、同じ人と見せると、クマに立つよ。自然に同じ。あと、歌舞伎のクマドリ。じゃあ、こう、白っぽく富士ドラ。クマドラって言うんで、つまんざさです。こっちには、ちしまざさ。子供としまざさ。あと、マセの方には、ちじみざさ。クマイザサはあるけどね、富士里にはチヂミはないです、ほとんど。チシマザサ、ここはチシマザサ、チシマ列島の雪の多い村帯ですので、